穴開け作業の給油には縦型の油差しを使っていますが、何度も給油する際にひっくり返すのが面倒になってくるんですよね。そこで購入してみたのが横型のオイラーです。フルプラのニュースーパー真鍮ノズル 200ml です。フルプラ製なので品質は問題ないでしょう。オイルを出してみます。オイルがパイプを上がって出てくるまでにかなりポンプしてやらないと出てこないので時間がかかりますね。実際に使ってみます。ひっくり返さなくて持ったまま給油できるのは使いやすいのですが、出てくるまでに時間がかかるのがいまいちです。1回や2回の給油なら問題ないのですが、何十回も刺すとなると時間のロスが大きくなりますね。厚物を穴開けする場合は縦型の方がいいかもですね。ザラザラした本体はオイルでベタベタになっても全然滑らないのがとてもいいです。こっちの入れ物はツルツルに滑ってしまいます。細くて長いノズルはとても刺しやすかったので縦型のオイラーも購入して使い分けようかですね。